藤原敦より藤原敦よりは、平安時代後期の貴族、家人、そう。藤原北家家重寺流、肖像医、藤原これのりの彦。寺部、進む、藤原清隆の子。官位は、十五以上、右馬之助。法名は、道元。若い頃の自責は不明であるが、官人としては右、馬之助などを務めて、十五以上に至る。上安二年に出家して、 道院と称した。英略年間から自称年間にかけて開催された主要な歌合わせに参加。で、し、また、自らも、住吉社歌合わせ、広田社歌合わせなどの社頭歌合わせを主催している。潜在和歌集以下の直線和歌集に41首が密集している。出家のみではあったが、稼働に、志が深く、大変執着していた。7 80歳の老年になってまでも、私に、どうぞ修歌を読ませてくださいと祈るために、家信として信仰されていた、大阪の住吉大社まで、わざわざ徒歩で、毎月参詣していたという。実際の抱えの時も、特に講師の席の近くに座って、歌の好評を一言も聞き漏らすまいとするような態度で、耳を傾けていた。厚寄りの死後、藤原春勢が、 潜在は歌集を先進した時、彼の歌への打ち込み方が熱心だったので十八首の歌を日衆させた。すると厚よりが夢の中に現れて涙を流して喜んだ。それを見ていっそ哀れに思った春勢は、さらに二首を加えて二十首にしたという、道印奉仕に関するカテゴリー。ありがとうございます。